早速到着しました。東京富士美術館。うわー、すごい広い、天井高い。うわー、わー、なんかドキドキしますね。うわー、まるでどこかの宮殿にタイムスリップしたかのような感じですね。ブリューゲルにルーベンス、ドラクロワ、美術の教科書で見たことがある名前がたくさん出てきます。フランダースの犬のラストシーンで主人公のネロが愛犬パトラッシュと見る最後の絵も確かルーベンスの絵ですよね。なんだか想像以上にすごいですね。モネ、ルノワール、ゴーギャン、ロダン、モディリアーニ、まさかこんな身近にすごい芸術作品が見られる場所があるなんて驚きですね。それではここからはファムを代表する5作品についてその魅力に迫ってみたいと思います。ラトゥールという画家の名前を聞いたことがありますか？美術の教科書にも出てこないので多くの人が知らないと思います。ラトゥールは250年以上もの間忘れ去られていた画家なのです。世界でも40点ほどしか確認されていないラトゥールの作品はどれも希少なもの。20世紀に入って評価が高まっているラトゥールは幻の巨匠なのです。バロック絵画に特徴的な明暗表現の美しさ、立体感あふれる描写の力強さ、仕上げの繊細な質の高さ、どれをとってもラトゥールの絵画世界に感動せずにはいられません。ぜひファムに来たらラトゥールの新作タバコを吸う男を見逃さないでください。静寂の巨匠と言われるシャルダン、この作品は今から270年前ルーブル宮殿で開かれたサロンに出品されたもの。スウェーデン王妃のために描いた2枚の作品のうちの1枚を画家自身が模写したものと考えられています。もう一つはアメリカヒューストン美術館が所蔵する良き教育で、2つの作品はペアで描かれた作品なのです。小さなタンスの上に乗った白い彫刻は友人の彫刻家ピガールのもの。額縁も制作当時のまま残されており、シャルダンの文字が18世紀の書体で記されています。綿密なマティエール、落ち着いた色調、繊細な光の表現、視覚的で重厚な人物の佇まい、室内の静謐で瞑想的な空気など、シャルダンらしい魅力にあふれる作品です。イギリスが生んだ最高の画家と言われるターナー、この作品は1688年の名誉革命の際、オランダ提督を乗せてイギリスに出航した艦隊を描いたもの。歴史的な出来事を題材に、雲の隙間から差し込む光、激しくうねる波、大自然のスペクタクルを見事に描き出しました。この名作に隠されたエピソードを知るとターナーがもっと好きになります。展覧会の直前、ターナーは隣に展示されたライバルの鮮やかな色彩に刺激を受け、自分の絵を引き立てるため画面の中央右手におもむろに赤い絵の具を置いたのです。周囲の人はその唐突な行動に驚きましたが、ターナーはそれを V だと言い放ちました。これがその V です。このエピソードは2014年にカンヌ国際映画祭で最優秀男優賞を受賞した映画ターナー光に愛を求めてにも描かれています。映画の予告編はこちらから見られますので、ぜひご覧ください。モネがジベルニーの自宅の庭に日本庭園を作ったのは有名な話。その庭に大きな池を作り、浮世絵に登場するような日本風の太鼓橋をかけました。モネはこの池をモチーフに200点以上の睡蓮の連作を描いています。この作品は1909年に睡蓮水の風景連作展に展示された48点のうちの1点。モネは睡蓮に魅せられた理由の一つをこう説明しています。宇宙を構成する諸要素と我々の眼前で刻一刻と変わりゆく宇宙の不安定さとが、まるで小宇宙のようにそこに存在していると。池に浮かぶ睡蓮に宇宙を見ているのがモネの視点なのです。水面の一部を切り取って描く方法は
日本の浮世絵版画の影響だと言われています。実はモネは200点にも及ぶ浮世絵を持っていたほどの日本愛好家だったのです。このようなモネの東洋的な画風に対し様々な批評が行われましたが、モネは一言このように反論しました。誰もが私の芸術を論じ理解した風を装っているが、本当はただ愛しさえすれば良いのだ。かっこいいですね。モネを知れば知るほどモネが好きになります。うわー、これは本当に綺麗ですね。このティアラ1040個のダイヤモンドで作られてるんです。なんと合計260カラット。見ているだけで心がキラキラしてドキドキしてきます。ナポレオンの皇后ジョセフィーヌが所有していたものと言われています。1966年にモナコ公国で開催されたモンテカルロ100周年を祝う舞踏会で皇妃グレース・ケリーが冠したことでも知られています。V 字型をしたベース部分に古代ギリシャの植物文様やアカンサスの花を思わせる模様が表現されています。最上部の中央に11個、左右に9個のダイヤモンドを固めて形成したクラスターがシンメトリーに配置されています。でもこのティアラの魅力は言葉では表現しきれません。百聞は一見にしかずです。ぜひ皆様の目でご覧いただきたい作品の一つですね。はあ、こんなティアラ一度はつけてみたいですね。なんて夢を見るのも自由ですね。というわけで世界の名品が揃ったファムの魅力を堪能いただけましたでしょうか。皆さんもぜひ足を運んでアートやグルメを楽しみながら贅沢な時間を過ごしてください。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。